1920年頃のドイツの環球車、ワフニマン1000系有害環球車環球車は、鉄道車両の一種で、列車にブレーキをかけるための装置が取り付けられた車両である。貨車の場合、環球車とは、貨物を搭載する車両に、車掌や生動士が乗り込む場所を取り付けてあるものを指し、ブレーキをかける装置が取り付けられていても、貨物を搭載できない車両は、車掌車という、 客車の関係者とは、車掌室を有し、手ブレーキと車掌弁がある車両のことである。なお、日本の鉄道では、監修として同様の設備を有していても展望車、郵便車、荷物車、事業用車にはこの名称は用いない。日本の事例を参照されたい。初期の鉄道には貫通ブレーキが装備されておらず。 現代の鉄道のように運転士の操作一つで列車全体にブレーキをかけることができなかった。機関車と車掌や生同士が乗務している少数の車両にのみブレーキが取り付けられており、機関士が警笛で合図することで乗務員が手作業でブレーキをかけていた。この車掌や生同士が乗ってブレーキをかける車両が元々の意味の緩急車である。旅客列車では 客車の一部に制動手が乗り込むスペースを設け、そこにブレーキを操作する装置を取り付けていた。貨物列車では、有害者や無害者などの貨車に制動手席を取り付けて用いていた。有害者に制動手席がつくと、有害関急車、無害者に制動手席がつくと、無害関急車と呼ぶ。初期の貨物列車の関急車は、吹きさらしの制動手席がついているだけのもので、 悪天候時には厳しい条件で作業を行うきつく危険な仕事であった。やがて生徒主が乗り込む部屋が用意されるようになった。緩急車は貨物列車の最後部に連結されていることが多かった。この場合、事故発生時の後部での列車防護の役割も果たす。貫通ブレーキが装備されて、運転手の操作だけで列車の全車両に同時にブレーキをかけることができるようになると、 生同士が乗り込んでブレーキを操作する必要性はなくなった。しかし、車掌が走行中の列車を監視して車両の破損に崩れ、連結が外れるなどの異常事態を発見した際に緊急に列車を止めるために引き続き車掌が乗り込むスペースにはブレーキ弁や手ブレーキが装備された。このため貫通ブレーキの装備以降では 車掌が乗り込むスペースが取り付けられた車両のことを、緩急車と呼ぶようになった。車掌車のことを、アメリカ英語では、カブースというが、イギリス英語では、ブレーキバンといい、これは、緩急車のことである。ドイツ語でも車掌車に相当する言葉は、ブレイムザーハウションであり、これは、ブレイクマンハウスの意味である。日本では、車掌の乗務スペースを備えた、客車、貨車を、環球車、 車掌の乗務専用で旅客や貨物を搭載できない車両を車掌車という区別としている。ただし一般には車掌車も緩急車と呼んでいる場合もある。イギリスでは最初の鉄道が開業した時には機関車にのみブレーキを備えており、後に列車の高速化、長編成化を許容するために緩急車が登場した。 例えばグレートウェスタン鉄道では1852年に最初の環球車が製作され、すべての貨物列車は1両、または2両の環球車を連結するように規定が設けられた。イギリスの鉄道では貫通ブレーキの装備が遅れ、長く環球車の連結が続けられた。1970年代になってもまだ貫通ブレーキのない列車が広く見られ、1980年代に 入ってようやくほぼ貫通ブレーキの装備が完了した。貫通ブレーキが装備された列車では、関球車の連結義務は廃止され、車掌は、機関車の後ろ側の運転席に乗務して、列車監視の仕事をするようになった。しかし2008年現在でも、稀にではあるが、関球車が見られることもある。ドイツでは、吹きさらしの関球車が1880年頃まで、 客車に制動出質を設けたものは1910年頃まで、貨車に設けたものは1950年頃まで製造された。イギリスより貫通ブレーキの普及は早く、急行列車では19世紀末、各駅停車でも20世紀初めには装備され、貨物列車でも1925年までには装備された。緩球車は1970年代まで特に、 イタリアからら乗り入れれてくる列車を中心に見られたアメリカのカブースカブース内の監視室アメリカ合衆国では、車掌者、換球者のことをカブースという。これは、キャブという言葉と、ハウスという言葉が合成されてできた言葉であるという、説とオランダ語で、先導を意味する、キャビウスから来たという説がある。屋根の上に、キューポラと呼ばれる、突き出した部分を作り、そこに、 監視窓が備えられているのが特徴的である。これは1860年代初めにシカゴノースウェスタン鉄道の車掌が発案したものが広まったもので、ここに座って列車の前方監視ができるようになっていた。また側面にベイウィンドウと呼ばれるで窓を持った構造のものやデッキが広く平屋のトランスファーカーブースと呼ばれるものもあった。アメリカの鉄道は長大で、 貨物列車の所要時間が極めて長かったことから、カブース内には台所やトイレ、ベッドなどが備え付けられており、複数の車掌が乗り込んで生活しながら、交代で職務を行えるようになっていた。貫通ブレーキ導入後も、1980年代まで法的にカブースの連結義務があったが、列車の末尾を示す赤い灯火を貨車末尾に取り付けることで連結は廃止された。 ただし、ごく一部の鉄道路線では、稀にカブースを連結した貨物列車が運転されることもある。日本では、1887年度末の時点で、貨車に制動手室を取り付けた貨物緩急車と呼ばれていたものが28両、在籍していたという記録がある。その後、ブレーキを取り付けた車両の比率が高められ、1905年度末の時点で758両、 全貨車の9%が関係者となった。一方客車については、1878年度に、加藤関係号合作り車8両、荷物関係車17両が在籍していたとされる。以後客車の関係者はもっぱら合わせ作り車であり、国鉄客車の車両形式の規定に基づいて記号が付与されている。1897年11月に、初めて貨車に、車種記号が定められ、 環急者の記号はブレーキの部となった。貨物環急者は株となっている。1911年には鉄道国有化を受けた称号規定が制定され、濁点が取れて符が環急者の記号となった。この場合、符は記号の末尾に付されるが、車掌室がなくてブレーキのみを備えた車両もあり、この場合は記号の先頭に付された。特殊な環急者として、 1901年にピ v イチ系歯車付け関係者が登場した。新越本線横川軽井沢間の薄い峠には急行バイク間があり、これを克服するためにレールの間に歯型のレールを付設し、車両側に備えた歯車を噛み合わせて登るラック式鉄道となっていた。このため、関係者も通常の車輪に加えて歯車を備えて、 それにもブレーキをかける特殊な車両が求められ、歯車付き緩急車が使われるようになった。歯車付き緩急車の記号、P は、ピニオンの P で、これに緩急車を意味する部を組み合わせている。1911年の称号規定改正では、PF になり、1928年の称号規定改正では、P となった。しかし貫通ブレーキの装備進展に、 伴い歯車付け関係者は1931年までにすべて消滅し暖房車に転用された。日本では大正時代から空気ブレーキの装備が進められ、1930年からすべての貨物列車の空気ブレーキ運転が始められた。この時点ではまだブレーキシリンダーの装備が終わっていない貨車も存在していたが、1933年までに取り付けが完了した。 これにより、貫通ブレーキの使用ができるようになり、緩急車は車掌弁を備えた車掌室を取り付けた貨車として使われるようになった。日本で初めての車掌車は、小口貨物輸送の強化に伴って、二扱い車掌を乗務させる必要が出たために1926年から二軸客車の改造によって製作された四歩六千系、四歩七千系であった。当初は、の上に、 車掌車を示す記号として、世が加えられ、世府であったが、1928年の称号規定改正により、世に改められ、これが現在まで用いられている。一方、合わせ作りの環球車を示す、府は従来のまま末尾記号として使用された。環球を及び車掌車は、戦後も貨物列車に車掌を乗務させ続けたために引き続き、制作された。しかし、 1985年3月14日、国鉄ダイヤ改正から、貨物列車における関急車・車掌車の連結は原則廃止された。概要で述べたように車掌の重要な職務である、事故が起きた場合などの広報防護が、列車防護無線装置の発達で代行できるようになったためである。現在では特殊な例を除いて連結されることはない。客車においても、車掌が乗り込むスペースと、 車掌弁を備えた車両は、緩急車と称して記号、符を付けており、例えば2 4系では、基本の B 寝台車が、おはね24型であるのに対して、車掌室を備えた車両は、おはね符24型である。客車列車においては、最後尾に、必ず緩急車、またはそれ以外のブレーキ装置を連結する。ありがとうございます。